うございます。さあ本日はですね、東京都はグランパ中野様にて、はい、よいしょ、来店収録させていただいております。いやしゃい、いやなんかめちゃめちゃ来てたじゃんここ。普通に来てたのよ。そうなのよ、ね、そんなお店でなんかね撮らせてもらえるなんて日が来るとは、うん、本当に嬉しい。かなり感慨深いね。そうですね、来店なりそうですね。そうですね、はい、というところで今日は何打つんですかというところで、はい、リゼロ2を打ちます。ありがとうございます、はい。最近もうこれに依存してる。そうだね、いや、うん、本当にもうここ何日かパチンコをスロット打ってなかったけど、うん、本当にもう打ちたくて仕方なかった。そうずっと考えてたんだよね本当に。あ、そうなんだ。あ、ずっと考えてた。リゼロへの愛がね高まってるね。そうだから今日もちょっとねリゼロカラーで俺来てるから。あ、そうね、下もね。そう、はい、そうですね。そう、あの筐体が一番好きだからさ俺。そう、あ、そうなんだ。そう、そうなんだっていう感じで、うん、どんな感じでって感じなんですけど、はいはい、マジで寝ろ今日は。まあそうですね、うん、でも今日はちょっと違ったルールでやりたいなと思ってるから、久々に総取りやろうかなと思って。よし、はい、リゼロ2の総取りなんで。大丈夫？やばいと思う。俺超強いよ。確かにね、リゼロ2と言ったらもう今赤田さんだからね。強いから。ちょっとねリゼロ2はでね赤田さんと勝負するのはかなり怖いんだけど、はい、まあ総取り対決の内容としては、はい、シンプルにただ値段の総取りだけじゃなくて、はい、ポキュン対決します。ポキュン対決、はい、先バレポキュン対決ですね、はい、はい。まあ、ルール説明すると、はい、まず先バレ、お互い先バレカスタムでやって、先バレが鳴るたびに1ポイント。鳴るたびに1ポイント、はい、ポイント制の総取りします、ね、はいはい、ポイント総取り、はい、先バレ鳴れば1ポイント、はい、で、単発だったら、2ポイント。そのポキュンで当たって、うん、単発当たるってことですね。2ポイント、はいはい、2ポイントで、ラッシュだったら3ポイント。3ポイント、はい、みたいな感じでポイント制で最終的に、勝負するって感じします、はい、これ一応確認ですけど、はい、先バレ入って1ポイントじゃん、うん、でラッシュ行ったら3ポイントじゃん、はい、これ4ポイントになります。違います、その時点、到達時点でのポイントで。ああ、到達時点のポイント、到達時点のポイント、はい、だから先バレ1回なりました、はい、当たりもしませんでしたら1ポイントだけ、はいはいはい、でございますね。了解でございます、はい、でポイントを重ねていくっていうゲーム戦にします、はい、で、はい、ラッシュに入って、伸ばして伸ばしてね、表記1万発を超えたら3ポイント、はい、1万発ごとに3ポイン ト, ポイント、だから2万発だったら6ポイントって感じになりますので、だからなるべく先バレでポイントを重ねつつ、初当たりでラッシュ取りつつ、出玉伸ばせたらめちゃめちゃ大量ポイント確定できるよねっていうところで、まあ今10時なんですけど、15時半までにしようか。15時半までの5時間半で、どれだけポイントを取れるかっていう勝負をしたいなと思います。ね、了解ですよ、はい、もうならもう出し負けばいいってことでしょ。そう、結論ポイント、その15時半時点でポイントが多い方が勝ちで、その時負けた方の出玉は全部総取りございますね。なんでだから出玉はめちゃめちゃ持ってたとしても、で俺がめっちゃ負けてたとしても、そのポイントで勝ってたら俺が分取れるっていうシステムだからもう相当ポキンポキン言わせてる。そう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 、だから先バレ鳴らした方が強いっていう。なるほどね、20回鳴らせばそれだけでもだいぶ、まあそうだね、だいぶ外れてもいいわけだから外れてもいい先バレなわけだから。逆におもろい。そうだから先バレ対決、ちょっとこれタダパチさんがね、YouTube でやってたからちょっと、はいはい、それもね、してみようと思ったので、はい、タダパチさんありがとうございます。ありがとうございます。というところで一緒に今度打ちましょう。そうですね、先バレ対決しましょう。はい、はい、というところで、じゃあ今日は早速、じゃあ思い出の地、思い出のパチンコ屋さんでね、はい、ちょっと神回を作りましょう。それでは、はい、ロレックスまでポケーン、ポケケケケケ。リゼロ2総取り1万円いきたいと思います。いきましょう。よーし、よっしゃー。まあ何より嬉しいよ本当に。こうやって普通にさ、先輩とかとさ、普通に来てた、遊びに来てたこのお店で、はい、収録させてもらえる日が来るなんてって感じだね。そうだね、本当に、なんか不思議な気持ちだよね。不思議な気持ちだね。いや本当やっててよかったなと思いますよ本当に。それこそやっぱ冒頭でも言ったけど、やっぱ中野といえばね、赤田さんが借金したかったロレックス。はいはいはい、ありましたね。懐かしいね。ロレックスって借金して買うもんなんだまあまあそうだろうけどなんで俺あれ血迷ったよね、やっぱ。絶対に血迷ったよね。だからそのアウスピがすごい、こうアウスピやり始めて、アウスピで頑張っていくぞっていう時に興奮した状態でね、そうですね、ブロードウェイを通って、そうなんだよね、通っちゃったからね、通っちゃったね。でちょうどよく誕生日だったっていうのね。そう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 、で借金して、友達から借金して買ってたね、やってやりましたよ。でも売るにも売れずね、はい、売れないよね売りたいよ今すごくけどあれは絶対売れないっていう ね、だからいつか借金を返した時にその時計をつけて実践しましょう。そうですね、今はもう眠らせてるから。そうだね、うん、つけるね、つけるね。そう、俺もう一番見えないところに置いてるから俺ほこりかぶったロレックスね。 あ、うん、あんなかわいそうなロレックスいないよ、うん、マジで。大体王冠かぶってる人はほこりかぶらないんだから本当に。そうなんだよねそうだからなかなかね、まあもし借金を返して
綺麗になった状態でまたやりましょう、そこは。まあそうですね。でなんで俺ら青スピやってるのかっていうのを今一度ね、やっぱあの話し合ういい時間をいただきまして、ここ最近ね、はい、ここ最近そうですね、はい、はい、じゃあ青スピのコンセプト発表します。金を稼いで女にモテてミリオネア、たんまり稼いで女にたくさんモテて億万長者目指そうよっていうコンセプトですね、はいはい、なんで皆さん応援してください、はい、とんでもない強欲なチャンネルでございますからまあでも素直でやらせてほしい、そこはてかむしろそのなんだろう、それが一番俺たちしっくりきたもんね。うん、だし別にそこに嘘偽りは本当にないからないからね、うん、はい、もちろんパチンコ大好きだしスロットも大好き、うん、だけどなんかその業界に貢献しようとか、うん、業界を良くしようなんて思いは一切ない、一切ない、そんな思いは。こいつ革命家みたいなこと言い始めたのまあでも俺たちがやろうとしてることはでもそういうことだから。そうというところでまずは1ポイント、循環吸収です。さあ循環吸収過小の相方を隣にさあドナもプルプルしちゃっていく。うわ、いえ、さあというとこで私2枚目ですね、はい、逆ミリオネアいっちゃうかもしれない俺この生涯逆ミリオネア投資のそれもすごいけどな、まあ、それもすごいね、そこまで稼いだってことだからね、そういうこと、うん、まあまあ私の今現状1ポイント勝ちなのでこのまま試合終了させよう、はい、何も出ねえまま終わりはやめようぜ2枚目いきます。はいはい、オーケー、さあまずは1ポイント、よしこれで現状最低でも2ポイントですから ね、 そうですね、これでね 2-0 よ2-0 だよ赤澤さん、ちょっとどうしちゃったのよ、すごいね、リゼロ2と言ったら赤澤さんなのにね、まだまだまだサッカーも 2-0 からですから巻き返しますから、はい、そうなんだ、3点切ればいいわけですから確かに 2-0 の時の次の1点だからね、大切だから、大切なのね、ここまではいいですから、でもごめんなさい、これで 4-0 までしちゃいます。おいおいおい聞いてねえぞさあこれがねラッシュ入ればね、あ3ポイントもらえるんでね、とりあえず微妙な気すんな、駅の1店舗、駅の1店舗熱いぞ、駅の1店舗当たりじゃね、ガチミツよ、うん、ガチミツ当たりじゃない、1店舗だったらガチミツ、そう0店舗で1店舗当たりですね、ゼロは1当たり、はい、ミリオネアミリオネア確定しました、おい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 2ポイント確定だな、ミリオネア濃厚でございます、ミリオネア、ちょっとごめんなさいミリオネアなれないかな俺これこのままだとこいつとはさあというところでおえい、ごめんなさい、あたり、まあ、1ポイントですね、さあというところでここからがじゃあ先に僕が3点決めちゃいますよ、そうですね、ちょっとやっていただいて、はい、見たいですね、でもいいのね、いや僕はもう大丈夫です、しっかり熱そうだな、そっちもしっかり ドリブル決めていくんで、はい、ここで決めちゃう、ここで決めちゃうよ、はい、そういうことなんだよね、うわーマジで、そういうことなんですよ、エミリア取ってるし、あなたが1ポイント取ったところで2ポイント取ったところで俺はもう何ポイントも取れる、ちょっとちょっとうるさい長田さん、声うるさいぞさあ長押しさせていただきますよ、やばい鬼発の俺がやばい、はいはい、しっかりごちゃごちゃなってる、ごめん、さあというところでこちら私取りまして、3ポイント取りましたねで赤田さんも濃厚、私は濃厚ですもん、濃厚、鬼奴柄の俺を選ぶ出てるんで間違いなく入ると思います、いやいいですね、とりあえず2ポイントは確定してる、 OK OK ってことで私合計今4点目ですね、さあ絶対に当てます、ここ重要、ありがとうございます、よし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 、そういうことなんだよね、いや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 調子いいですよ、大丈夫全然追いつきますよ、ここ得意だから俺、さあ色はあレインボー、色レインボーなのかな今の、さあどうなる、おし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 、おじゃあ今のやつレインボーだったのかもしれない、まずいぞ、宝石ランプレインボーある、これはまあ確実に取ったと思いますよ、さあ一応タイトルも普通だけども、まあいけると思う俺は、まあ、70% くらいだよ確かね、 80% とかね、 80% 超えですね、いきます、さすがにこれは外さないでしょ、いけよマジで、決めてけ、決めろ、落ちんな、おおびっくりするな本当に、ギリギリのギリのギリで決めてきました、このラッシュがおもろいのよ、そうなんだよね、
本当に。おいー、おーまずいな。先制点いただいた。やばい、この人に2-0を出したらこうなるんだったマジで。オッケーオッケー。あ、まあでも200だからいいや。まあまあ全然、うん、こっから上乗せもありますからね。これで上乗せされたらだいぶやばい。150のあたりまで。結局これ万発超えられたら一番危ないからね。そうだね。 10% 入ってる。10%、20% も入ってる。いけ、まずいな。ドナプルプラー。いやー、オッケー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 。さあ、200。おー、でかい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 。2ランダー意味ない。2ランダー意味ないぞ。ちょっと1回休ませんか。昇格。10%入ってるぞ。30%も入ってるよ。やめろやめろ。入ってるよ。30%入ってる。ありがとう、これは行きましたね。うわラッキーラッキー。そうやなんだこのクソ台これおい。あんだけ 30% って。すぐクソ台とか行っちゃったらダメよ。 30% 当たるだろうがよおい。オッケー。300発じゃないのどうせ。また大丈夫でしょう絶対。あ、でかすぎる。でかすぎる。でもこれが3000だったらマジで怖い。そう、3000来い、頼む。そろそろ絶対来んな、絶対来んな。そろそろ来い、グイッと。やばい、まずいよこれは。やっぱリゼロ2赤田さんに打たせた上での勝負はちょっとかなりミスった可能性あるな。 30% 来てるよ。2回目の 30% さすがに頼むよ。さあどう、お願いしますよ。おい、うわマジでお前こいつ殺すぞマジで。 30% のあの堀江なんかセンターになりやすいんだよね。おい、なんで俺こんなリゼロに嫌われてんだよ毎回毎回。この間もラッシュ、うん、ねえ、ラッシュ全然やらせてくれない。どう思いきや大好きこの台大してます。なんで俺も300なの。なんで俺も300なの。いやまだ諦めていけん。みんなしてこんな薄いとこ取りに行くのさ2人して。確かに。いやひどいよこのラッシュも、まあ、全然俺はありがたいけど。前回も平塚でさ単発続きだったのにラッシュこんなやれないよ俺。さあどうでしょう。そんなことある。ちょっとひどいぜこれは。これ相性悪いぞ多分。おい、やっぱこの男得意だな。流れがいい、揃えちゃう。 20% でも全然揃うんです。今これで、8000発ぐらいですかね。やばいなあ。るぞマジ怖くなってきたな。3ポイントでかいぞ。3ポイントはマジでかいよ。でかいぞ。うん、いかはい、8190発。いやでかい、一歩届かずというところで、まあ、一応現状私4ポイントの赤田さん3ポイントで3ポイントですね。俺は勝ってると。はい、さあというところで点を稼いでいくストライカー。オッケーオッケー、5対3、よし、全然いい。おーいろろ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 、いけ、うわー、押しちゃった。いやいや、それ何それ、何それ。おお、俺のターンも来たじゃねえの。取りました、ありがとうございます。大丈夫ですね。さあ、ということで377ゲームですね。今、うわ、これねえかー、ごわんなさあ、というところで私は3枚目いかせていただきます。おー、なるほど。ちょっとね、企画を成立させなきゃいけなくなってきた。残り時間2時間でございます。現状ポイント数私7ポイント赤田さん6ポイント。はい、泥仕合すぎるだろ。朝一オープニングではミリオネアとかやってたし、はい、ロレックスとかね、2700発総取りでわちゃわちゃやってるやつら。一番やばいでしょそれは。だからちょっとこっから、まあ、2時間あればね、本当にパチンコってマジいくらでもなせるからね。はい、なんならもう2時間なんでもう全然よ、とんてつもないからね。コンプリートまでいけるよ。本家のアンスピをこれからお届けしたいなと思いますので、はい、もう少々お待ちください。左打ちしてください。オレオレオレ、さあさあ、というところで1ポイント。うわ、出せばオリー、やばいかも。ワン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 、ここ掘れ、ワンワンニャンニャン、ゴー。おい、当たるところじゃん。おお、びっくりした。タイミングもずれてる。さあ、というところで8対8。そうですね。うわ、これは当たります。楽しいね。うわー、やってるわ。あるよ、まあ、1点ですね。ほらリゼロ2の総取り企画2日目まで
時飛ばし行きますねこれは、はい、だと思っただろお前ら、当ててやるからな。はい、というところで本日2日目でございます。はい、はい、お蔵入りを避けるためになんと2日目に延長させていただきました。はい、ごめんなさい、はい、というところでまずはじゃあ1枚やっていきましょう。いきます。はい、というところでお店も変わって、はい、僕らのホームタウンでの撮影になっております。というところで、はい、まとめますと、はい、私が9ポイントですね。9ポイントで赤田さんが現状10ポイントって形になっているので、先まで1回だけ赤田さんの方が多いぐらいからな、はい、1ポイントリードですね、っていう感じなんで、まあ今日はちょっと2時までチェーンは決着つけましょう。はい、でまあ総取りなんでね、うん、はい、どっちも球を出さないと総取りできないっていうところなんでただの勝ち負け勝負じゃないからね、はい、はい、高みで戦おう、ま、そうだね、うん、本当に泥試合やめよう、うん、泥試合やめていきましょう、はい、おいエンタメ、いやーマジか、決めに行っちゃったな、外れたな、今決めすぎ、決めに行ったね。まあでも別には、震えなくてもね、裏ボタンやっても当たることもありますから。そうだね、というか逆に何度もある、そんなこと、というか逆に触れない方がいいまである、今の俺には逆にその方がいい。すげえポジティブ思考すぎるだろ、うん、触れた方がいいのは間違いないんだから。それは間違いないな。すごいね、今日突っ込むね。いや突っ込みますよそれそれ突っ込みますよ。さあゼロ警告でございます、はい、一応赤兆しは出てたけど熱くない、そんな赤兆し、うん、右上に、まあ、疑似3回目連続3回目であれが出てきたら熱いですね、うんうん、ああなるほどね。正直これ裏元何回も押してきたけど、これは当たらないね。あ、そうなんだ。もう当たらない。そ、当たらないって言って楽しんでるんじゃだけじゃなくて、それもあるけど、うん、でも絶対当たらない。はい、はい、それはもう分かっちゃった。なるほどね、うん、あ、詳しくなっちゃった。何回も押してきたんだもん、確かにね、うん、何回も飛び込んでってるもんね、うん、さあ太田のチャンスアップも何もなしですね、というところで、まあ一応1点先払い、1点ポイント、はい、同点か、同点です。さあというところで私たち2枚目いきましょう。2枚目です。やっぱ点稼ぐのにはね、やっぱお金は必要ですから。いや本当にとんでもない金のが必要なんだよマジで。うわ、鳴らしていきます。さあまずは1点。ちょっと待ってください、震えた、はい、震えてない震えた顔はしてたよ。いや俺震えたのかなって震えた顔はしてたけど全く震えてない。震えてないんだ、はい、なんだろ、びっくりした。でも震えなくて渡るとは証明してるから、先バレで稼いでいくな。はい、1点ですね、はい、1点でございますと。1日目グランパの時さ、別に業界を良くしようとは思ってねみたいなこと多分俺言ったじゃん。あ、いやいや、まあ、なんかいろいろ言われそうだから先に言っとくと、思ってないことはない。はい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 、はい、先に言っとくとね。もっとこうポップにしたいなとは思うよね、なんか。あ、それはそうだね、うん、パチンコとかパチスロっていう業界をなんか、なんかさ、結構やっぱまだ変なイメージ持ってる人たくさんいると思う。いや多分そうなんだよ、ぶっちゃけ、うんうん、めっちゃ思う、それは。私なんなら俺も今思ってるしね。お前思ってるどっぷり浸かりながら。いやマジか。だってこの お父さんお母さんとかがさ、深夜にこうパチンコ番組とか見てて何見てんだろうって思ってたわけだから。あ、言ってたね、うん、だそういうポップさとかっていうのを、まあ、僕たちが爆伸びしたら伝えていきたいなと思います。まあ、そうですね、はい、ただ爆伸びしないと伝えられないから、今から業界良くしたいなんだかんだ言っても正直意味ない。はい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 、綺麗事すぎるから、まずは己のために這い上がって、這い上がる、うん、そっからだ、そう、他のこと考えるのは。確かにそうだ、まずは自分たちのために頑張ります。分かったかおめえら。コメントさせねえからな。すげえ、ヒップホッパーだな。すげえな。マイクの代わりにハンドル握っとんじゃこっちは。すげえな。かっこいいのか。かっこいいぞ俺たちはって、うん、すごいな。怖ない。ならなかった。ならなかったね。だとしてもポイントは取れてる。うわ、そっか。いや、何もなし。いきます。おお。そういうとこなんだよ。ボタン一つでひっくり返せんのよ。さあ、金で決めような。はい。だったら紫でもいい。大丈夫大丈夫。どうせいけないんでしょ。大丈夫。もう何回単発やってきたなって話。
そろそろもうラッシュ、あ、ごめんごめんごめんアルシャマーク発動してください。落とせやこの男、落ちろマジで。いけ、ああぶち殺したい、安定安心、ぶち殺したい。なんでいいよ、つまんない。いや面白くない。長女だけを攻めて、いこいつだけは俺のこと占らなきゃいけないから、いけ、うー綺麗に上にすっ。まあこのままじゃ終われないか。まあだから今日で終わらせるのか。いや終わらせよ、今日以外はもうない。さあ扉渡りチャンス来ましたよ。おさあこれ 50% あるよね。あ 50% あの2個だった、扉が2個だったら 50% 2個だったら 50% か。 OKOK、 通常4つだもんね。あ4つだね、これは何パーなのかちょっと分かんないけど。あなるほど、まあでも気持ち的には 50% だと思ってやった方がいい。あよしこいつに何がいればいいの。ベアトリス、ベアトリスチェーン、おい27回転目やべえ。なんでふざけてたら当たっちまったよこれ、マジでマジで。なえなんかあった。なんもないなんもないなんもない、俺普通にあとふざけてためちゃめちゃ。ちょっとさあ27回転もちろんもちろんまでございますと。さあやっぱりパチンコ楽しんでるやつに運が寄ってくるってことですね。本当に楽しんでたか。ラッキー、ラッキー。そんなことある。これで2ポイントだからラッシュ入らなかったとしても赤澤さんと7ポイント差がつきます。でもちろんラッシュ入れるよね、3回目だもんね。行こう、マジで絶対決めよう。そろそろね、もういらないよ、今日3回目でしょ。もう3回目、うん、OK、動画でとてつもない単発しか残してない。来い。はい。とてつもない単発。イラついてきた。まだ早いから。まだ早いね。イラつく覚えてもらえ。めちゃめちゃ声出来上がった。マジ。行くぞ。ここ。落とせ。触れてくれ。そろそろ落ちる。そろそろ落としてよ。頼むよ。うわー、マジ。逆にすごいよ。もういいよ、こいつ。言うこと聞かねえんだもん。言うこと聞かない蝶々なんていらない、大体聞かないけど。入れ、入んな、入れよ。おきどき、ほほう、ん、7枚目青木真也、青木真也さん、青木真也の7枚目、なんで7枚目なの、わかんない俺青木真也。わかんない、7枚目1枚、2枚、1枚で8枚目でございます。いくぜ、9枚目、久々に見たぞ。やばいよ、9枚目って言ってるやつ久々に見た。マジで。え、どっち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 だ今の。え、分かってないの今の。分かんない今の。マジ。え、震えてないか、どっちだ、分かんねえ。押したら鳴ったんだもん、だって今たまたまなんで。え、すげえこと起きた。え、マジ、どっちだどっちだ、これはマジで分かんない。決めてくれ、いきます。ここだ、絶対行くぞ。駅ドナさんじゃないの。あー、本当にイラついてきたぞ、そろそろ。マジでもう投資も相当、2人で今日だけでも相当使ってるでしょ。もうバトルバトルって感じじゃないもんね。もう違う、もうこいつと戦ってるわ、もう目の前の。とにかく爆発させてやる、ゼロ警告。もう早く最後のボタンまで行ってほしいわ。もういらない、もういらないよね、もういらない。これはマジで、このパターン今日2回目だよ。えマジで。でおい、マジか、お前おもろいな、本当にお前は、こいつはすげえおもろい台だぞマジで。何が起きたんじゃ今マジで。いや俺もちゃんと全部見せたけど、全部見せたでしょ、うん、絶対当たんないじゃん今の、ね、何があったの、何があったんか今。いやだからブルってたんじゃない。俺もう普通に携帯にメモしてたもん、だって絶対当たんないと思って。法則はなさそうだったよね。やば、350回転投資、ちょうど6万円、6万円、はい、マジで決めてくれ、ここで決めろ、行くぞ。うーん、だったらイルミ
うわー、オッケーオッケー、いつもこうなんだ俺は。さあレインボーに金あるよ、まだ。いつもこうなんだ、いつもこう、いつもこう、いける、ここをやってきたんだから行くぞ、触れろ、落ちろ、いい加減落ちるだろ、落とせー、うわー、あー、マジで切れそう、やばいぞ、ちょっと多めに入ってる、いけ、ぶち切れそうだわ、ちょうちょ入れよお前ボケやば、単発の数よし、震えた、震えてねえな、震えたよ、震えた、震えたよ、ほんと震えました、ナイス、オッケー、やったありがとう、諦めなくてよかったよ、これですね、はい、1290回転目、はい、あとはラジルだけ、いやー気持ちかったな今、本当に震えた、本当に震えました、さすがに疑わないでくださいよ皆さん、しっかり震えてますから本当に、じゃあ行きます、よし、よいしょい、ありがとう、ナイスイ、単発だけは避けろよ俺マジで、行くぞ、金金、うん、オッケーナイス、よし来たね、80%ぐらいあるから、いやここ普通、いやここはさすがに決めれるだろアルシャマク、昨日赤で外れてるからねチャンスアップ、いやでもイルミのアップは強いはず、いけいけ、落とせ、レジごめん、オッケー、ありがとう、あーちょっと気持ち入ってますけどごめんなさい、入れたぞ、いいんだよいいんだよ、よし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 、マジ伸ばすぞ、3ポイント獲得ということですね、オッケー、現状赤田さん18ポイント、俺20ポイント、オッケー、だから満発以上出せば赤田さんの勝ち、オッケー、満発出せなかったらその分の出玉が全部俺に来る、オッケー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 、太ってもらって太ってもらって、で、あと満発超えないと意味なくなるから、俺満発超えないと、そう負けだから 俺のために働いてるラッシュだから、そうおい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 、さあ、ま、満発を超えたところで同点になりましたね、これでやべえ、おお、なってる、ごめんなさい、よしよしよし、さあ、この蝶々が右上にスッていけるんですよね、気持ちいい、待って、そっか、そう、満発超えたところで同点、やばいぞ、最後は腕相撲で決めることになります。いやだったらちょっと優勢かも体格的にはそれでいこう。ちなみにあのブルーにマスターか、秘密でございます、秘密なってねえなこれブルーってないないやマジでねじ込めお前、いける、全然よっしゃよし、ナイス、なってる、なってる、 20% で取った、ナイス、アルシャマクベアトリス、ナイス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 、さあこれ、10ラウンドか、よし5000発オーバー、残り、5000発で同点、満発超えたところで俺が全部もらえる可能性を増やすために、7枚目、うわーい、よし急げ急げちょっと待ってこれで1回でも鳴らせば確かにやばいな、俺の勝ち、ちょっと待って、そのパターンもあるな、そうだよ、じゃあできるだけ早く当てろマジでそっかやばい、できるだけ伸ばせばいいのか俺やっぱそっか今同色でしたよね、6、4、4、おーい、でかいぞこれは、3耳のエキドラちゃん落ちたから3000発、さあこれでもう8000発に行きますよ、やっぱこの男リゼロ得意だな、オッケーオッケー、ナイス、まあ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 全然いいですよ、残り30回転、大丈夫で、おお大丈夫ですか、このままいくと9000発が俺のものになるよただ1200回転はめて人のために稼いだ人で終わっちゃうよこのままだと、30%、ゲッツ1500、同点、よし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 、そこは9000発で終わらせる流れじゃん、危ねえ危ねえ、でもまだ分かんない、俺が1ポイントでも取れば、先バレで取っちゃえば、逆に先まで鳴らす流れだぞ、うん、逆言うと鳴らしちゃえば、よっしゃ万発超えました、素晴らしい、21対21、 すごいすごいことになってきた、おし、で俺がもし点数を決めるとしたら
2万発もう万発そうか1万発出して2万発か表記2万発いかなきゃいけない。なるほどね。俺は先バレ1回でも当てれば鳴らせばなんか最後の最後にひりついた戦いになってきたな確かに、やっと総取りっぽくなってきた、さあ行くぞ。いや待って50パートラブル絶対にいた。オーケーいいね。よしちょっとかっこいいねエミリアタン。やっぱ若さんマジ得意だな。リゼロラッシュはねなんか伸びてる感じする。いやマジですごいわ。カモーンカモーン50パートラブルいった。おー3000を取っている。3000だ3000を取っているすごいねマジで。マジで得意だわこの人。おーれーこの台ちょっとビビるね。いやすごいよ。いやでもほんとこれぐらいやってもらわないと本当に困ります。もちろん音がいやちょっと待ってやばいわこの はめてはめてからのこの出方で脳汁やばいわ。どうしてもこの2万発の壁あるから俺。まあね 10% 動いてるドナプルちゃん。さあ3000取ってろ。ドナプルは3000とかある。フレデリカは別に法則はない。この後いやでも取れてるね、うん、そうだね、まあ、こういう積み重ねですから。すあ待ってやばい緊張してきたね、マジやばいおもろくなってきましたねマジ緊張するこれ本当に。そう休ませる間にも俺のヘソに弾が入って先バネのチャンスがどん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 回ってるっていう。でも今休憩してゆっくりやらないと自分のラッシュが乱れちゃうっていうね。うわー惑わされてるやばい。だだだどんどん休んでもらっていいですよ。なるなマジで。俺が一発でも鳴らせば30%。ああもういけ。だったら3000取れ。これ3000なの。おお3000いけ。うわ1500発すげえ。オッケーオッケーオッケー。待って俺これ取られたらその台殴るかもしんないマジでいやそりゃそうよ本当にそれぐらい辛いよね。1200はめて2万発近く出して全部ぶん取られるっていう。でもまあルールはルールで、まあ、ルールはルールですか、ね、あのピッチ上ではやっぱフェアプレーでいきたいんで、まあね確かにね。フェアに勝とうもさ現状1万7000いかないんで、だから3000発取ってもうドナプル入ってる。よしシェリーあるぞマジで。なれマジでこれでなるのが一番おもれんだよこの展開ここでなって赤さんが2万発いくかいかないかの展開が一番おもろいんだ。なってくれ今ねちょっとまだ同点だからねマジでなってくれ。その危機感は持ってるけど頼む。今後今年1年の先バレの確率ギュッとここに持ってこいマジで。さこのパーセンテージ本当変わってるだけで。お 75% 入ってる。75だ。おー1500だ1500ださあなかなか超えないこの2万発。いや待ってこんなに出るか。いやすごいこんなに出ると思ってなかったマジですごいよ本当に。さああと1回当たればあと70だね。うん勝ち確でございます。おそらくほぼほぼ勝ち確、まあ、ほぼほぼ勝ち確ですね、うんうん、行くぞ。落とせばいいんだから。さあそしてこの2万発っていう一撃2万発っていう壁を越えたい。 5% 入ってるよ。 10% いけいけ。さあちょっとしょぼいですけども、お3000発。いやマジか。よし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 。すごすぎるこれはもう勝ちでいいでしょう。はいお疲れでした。お疲れ様でした。はいというところでおめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。素晴らしい。よし素晴らしいですよ。やれました本当に。まあちょっと結果の方から発表します。はい、はい私ですね66,500円投資、はい、回収ゼロでございます。皆さんゼロ系男子流行らせていこうかなと思いますよねじゃあ赤田さんの方が、はい私、投資が、2万750発、はい、回収が21567発。素晴らしい。まくりにまくって結果収支がプラス817発。素晴らしい。あの1200何十ハメからのプラス域は素晴らしいですよ、はい
当にそれでございます。本当に何より動画を成立させてくれてありがとう。本当にいやもうなんとかね、うん、気持ちでねじ伏せたみたいな。本当にゴミ会になるところだったからね。危なかったね、はい、まあ単発王子でしたね。単発王子だったね。なか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 。その王国いるっていう王子だからねいらないでしょ単発王国は。別に鈍い遅刻のね単発王子、はい、本当に大変でした。大変でしたね。大変でした。自分のトークをその最後声量でなんとかちょっとそのやめてもらっていい？いや大変でした。大変でした本当に。はい、というところでね。はい、まあ本当にまあ面白かったんで、もしかしたらもし反応が良ければもう一回やりたいなと思います。はい、ちゃんと1日で終わらせるようにね、はい、今後したいなと思いますのでね。総取り企画だったもんね、はい、本来ね、うん。ポイント制でシンプルに赤田さんが勝ったって感じでございますので、はい、総取りも赤田さん俺はないから、ね、シンプルに赤田さん勝ちって感じの結果でございましたので。危なかったね最後本当に。ちょっとね最近リゼロ多くて、はい、飽き飽きしてる方がいるかも分かりませんけれども、はい、いろんな題も今後やっていきたいなと思いますのでね、はい、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。お願いします。はい、ということで、私たちね Twitter だったりとか Instagram も TikTok もやってるから、はい、ぜひフォローしていただけると嬉しいです。ぜひお願いします。はい、で今日の動画だったりとか僕ら2人に対する意見だったりコメント、はい、編集に対するコメント等はバシバシいただければ嬉しいので、はい、あと来店もいろんな全国各地行かせていただいておりますので、ありがたいことに、はい、近い方ぜひ見に来てください、はい、というところで熱いお店で一緒に爆発しましょうというところで、こいつら、なんか負けそうなんだけど結局勝っちゃうんだよなと思ったらチャンネル登録さグッドボタン、よろしくお願いします。したら次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイビー、おめでとう、やった。